救助のエヴァンジェリストの藤村さんじゃないですか。藤村さんだ。こんにちは。こんにちは。あとはメビにアップロードするだけです。キャドのデータっていうのはいろいろな情報の持ち方ができるんですね、うんうん、はい、あとはまあこれを保存するだけに。フュージョンで設計できたけど分かんないな。あ、ズカちゃんズカちゃんってさ、フュージョン使ったことある？フュージョンってすごい良心価格な 3D キャドですよね。あ、そう今さちょうど使ってるんだけど、設計は終わったんだけど、これフュージョンからメビーにアップロードするやり方分かんなくてさ。さすがに僕もフュージョンのことは分からないですね。五十嵐さん、あの人フュージョンエヴァンジェリストの藤村さんじゃないですか。お、本当だ、藤村さんだ。こんにちは。こんにちは。どうしたんですか。呼ばれたような気がした。ありがとうございます。いや、ちょうど今フュージョンで設計できたんですけど、メビーにアップロードするやり方がちょっと分かんなくて。分かりました、すぐできちゃいますよ。じゃあまずですね。本当ですか、ありがとうございます。フュージョンの UI の左側を見ていただくと、はい、このアッシーに入っているさまざまなコンポーネントが出てるんですけど、うん、部品というですね、一番下のやつ、この部品が今作ったやつなので。そうなんですよ、これをアップロードしたいんですよ。はい、これを右クリックしてください。右クリック、はい、右クリックすると真ん中辺にエクスポートっていうのがあります。エクスポート、あ、これですね。はい、これですね、はいはい、これをクリック押します。はい、このエクスポートのメニューウィンドウから、まあ、名前を入れたいですとか、うん、それからタイプというところ、その矢印をクリックしてください、はいはい、ここで拡張子が選べるんだ。はい、はい、ここでステップファイルを上から5つ目ですかね、選んでいただいてですね、メビにアップロードするのはステップファイルだよね、はい、あとは左下のちょっと忘れないでいただきたいんですけど、ローカルコンピューターに書き出すというところにチェックを入れてください。チェックを入れたら、右側のですね、四角のボタンから自分のコンピューターのどこにこのファイルを保存するかというのを選べますので、指定のですね、パーツファイルなのかダウンロードフォルダーなのか、そういったものに保存をしていきます。ここで指定してあげて、はい、あとはこの右下のエクスポートを押していただければ、そこのファイル、まあ、フォルダーの中にデータが入ります。なるほど、藤村さん、はい、助かりました。全然大丈夫です。はい、何でも聞いてください。これでメビにアップロードできます。これで設計した部品がステップファイルで書き出せたから、あとはメビにアップロードするだけです。藤村さん、ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。ちょっとメビにアップロードするのを見ててください。はい、じゃあメビの方では、で、今書き出したステップファイルをドラッグ&ドロップでメビにアップロード、今これ読み込みしてるんですよ。 AI が自動で作れるか作れないかを判断してます、うん、青い次へが出たらこれ加工できるんで、次へを押して、うん、見積もり条件を確定というボタンを押すと、あっという間に価格と納期が出ました。藤村さん、今メビーで型番発行できたんですけど、今度今メビーの型番をまたこのフュージョンに戻したいんですけど、それはどうやってやったらいいですか。はい、今あれですよね、名前の通り型番がメビーから発行された、はい、それをフュージョンの中で、今は適当につけていた部品名に反映させたい。そうですね、ボムを最終的に出したいんで、はいはい、ではですね、この部品というところを押してみてください、はい、これここにはですね、今設計された部品があるんですけども、うんうん、この名前情報が変更されなければいけません。そうです。ですので、画面左上のですね、ルービックキューブのアイコンみたいなものを、あ、これですね、はい、押してデータパネルを表示してください。はい、押しました、はい、そしたら部品というのがここに出てると思うので、はい、これを右クリック、右クリック、名前変更というのを押してください。名前変更、はい、でここに発行された番号を押してエンターキーを押します。はい、こうすることで部品の名称は変更されましたし、アセンブリの中の名称も一回、本当ですね、アップデートされてます。はい、で一回これで保存しなければいけないので、はい、名前変わった部品を右クリックで開いてみてください。開く、アセンブリーの中ではですね、単体のコンポーネントも開いたりできます。で例えばコンポーネントなんですけれども、まあ、シートメタルの部品がこのようにありますので、はい、あとはまあこれを保存するだけになります。これで一回保存をしてみましょう。保存はこれ上のここですね、はい、今の規定のバージョンに上書きするということで OK を押してください、はいはい、そしたら保存が完了したらですね、はい、今度はタブの方ですね、フュージョンの上のタブの方でアセンブリをもう一回開きます。さっきの画面ですね、はい、そうすると情報がアップデートされましたよと言って黄色の三角形が出てますので、これが情報がアップデートされたっていう、はい、今度はそれをアップデートするために一番上ですね、はいはい、その黄色のマーク、はい、これは更新をかけるボタンなので、これをクリックしてください。これをクリック OK します、はい、更新します。これで全ての情報は最新になりましたよということになりますので、更新が終わり次第、つまりこの黄色い三角形マークが更新
更新後消えたらですね、今度はこの部品表というのを開いてみたいと思います、はい、ちなみに時々この黒いのり弁っていうんですかね、はい、出てくるんですけれども、これ別に秘密を隠してるわけではなくて、コンピューターが計算中というような意味になりますんで、これだけちょっと覚えておいていただければと思います。全てが終わりますとですね、これが消えました。じゃあ今度はですね、アセンブリのところに、はい、まあ、部品表というのがあるので、この部品表を見てみましょう。一番下にありますし、アイコンも出てるんですけど、部品表、はい、これをクリックしてみてください。ここで1点ポイントがあるんですけど、まあ、CAD のデータっていうのはいろいろな情報の持ち方ができるんですね、うんうん、で見ていただくと、あれ部品のところ型番に変えたじゃんって思われるかもしれないんですけど、はい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 、これはデータの形状の名前だと思ってください。なるほど。コンポーネントというですね、そこの情報はもう部品のままなんですね、うんうんうん、そういう名前で作りましたから。ただファイルとしてこのものの型番というのはパーツ番号のところ、本当ですね、これちゃんとアップデートされてると思いますので、まあ、この辺はお客様がどのように管理したいか、データの名称と型番と一緒にしたいのであれば、データの中でコンポーネント名も変えてしまえば全てが同じになります。この辺はオプション、選択肢があると思ってください、うんうん、藤間さん、すごく分かりました。これでメビーで買った部品をボムで出して購買の人に買ってもらいます。いやー、よかった。フュージョンでも図面ばらしせずに部品の手配ができた。藤間さん、ありがとうございました、はい、これからフュージョン使ってどんどんメビー使えそうです。ありがとうございます。これからですね、また分からないことがあったらいつでも呼んでください。ありがとうございます、はい、藤間さんでした。ありがとうございます。こんな終わり方でいい？出てこない。あ、これだ、出てますね、ごめんなさい。あれ、出てるかな、貼っていただいた。出てこない、どっかに行ってしまっているちょっと待ってね。大丈夫です。オートリスクフュージョンの特徴って何ですか？お任せください。フュージョンの特徴そこは大丈夫です、はい、フュージョンの特徴は世界初のクラウドベース 3D CAD、CAM、CA、PCB が一本のソフトに入っている点が特徴で、デザイン、設計、製造など、まあ、幅広い用途にご利用いただけるだけではなく、圧倒的な低価格で今ユーザーが爆発的に増えている 3D ソリューションなんですね。で、30日の無償体験版がありますので、ぜひ皆さんにお試しいただきたいというのと、せっかく 3D モデルを作成いただくのであれば、その後はですね、ぜひメビーで見積もり作成から部品の発注までやっていただきたいと思います。皆さん、ぜひお試しください。